片タネとは、江戸時代後期に、姫路藩が整備した非常用食料、備蓄用倉庫である。ただし、基金などが起きていない時には、食料の運用も行われた。片タ、ネの原型は、唐から伝来した写像の制度である。江戸時代には、他の藩でもこれに似た制度が作られた。姫路市メガにある、片タ、ネ姫路市刀タにある、片タ、ネ姫路市野里にある、 片タネソ名称は、諸教の一節にある、民コレクニ本本家宅に名から二文字が取られたものである。蔵であったことから、片タネソとなった。儒学者の林十歳が文字を選び、その子のうが、変額の文字を書いたと伝えられている。飾り、西郷里の王将屋であった、絹笠渡る総左衛門たちが、姫路半家老の河合道の海に、 従来の車窓に似たものを建設することを上心し、近在の省や、富裕層から穀物などの提供を受けて、1809年、ごろ発足した。1813年に60カ所、1843年には92カ所、最盛期であった1848年には288カ所、存在した。貯蔵した穀物は、平時には領民に定義しで貸し付けをしていた。 天保の大飢饉発生時には大いにその効果を発揮し、姫路藩で和菓子した人数が近隣の他地域に比べて少なかったと伝えられている。平成の大合併前の旧姫路市及び福崎町に現存するものは指定文化財とされている。最盛期には288箇所に存在したが、明治期以降は次第にその存在意義を失い取り壊されていった。 2019年現在では、の8箇所に建造物などの遺構が現存している。姫路市、片瞑荘。ありがとうございます。